え、アメリカの銀行破綻で株価が下落しましたが、景気はどのようになると思いますか昨年末から一産2差をはじめ、一般ニーサ始2差をはじめ240万とし、米国 IT 経株も少額を有しています。インテルとかどうなるんですかねえっと、一旦下がった後に元通りになると思うんですけど、それの元通りがいつ頃になるかというのがわからないので、不安であれば売って、で買い直すっていうのもいいんじゃないかなと思いますけど、で、一昨日だか昨日だか僕配信で言ったと思うんですけど、 買い戻すタイミングとかって考えるのがめんどくさいので、僕は基本あ、ホールドでずっと持ちっぱなしにします。要は2、3年経てば元に戻るよねっていうの,なので。で、そのじゃあ、その今の株価が下がって経済悪くなってる状況で何を買うかっていうので、まあ今買いたい株を買うっていうぐらいなので、アップルとかグーグルが下がったら買い時だよねと思って見てるんですけど、アップルもグーグルも下がんねえなーと思って見てます。はい。 えー、こんばんは、50代 IT コンサルです。現在、リモートで楽な仕事をしています。仕事のペースは自分で作れるので、仕事をしながら投資をしようかと思いますが、初心者の投資は何から始めるのが良いでしょうちなみに副業系の会社です。えっ、ー、と、まあ、あの、積み立て NISA でインデックスファンドにぶち込めばいいんじゃないのっていうのを一般的に言ってるんですけど、ただちょっと今、その、 アメリカの株価下がる問題っていうのだったり、利率、そのアメリカのその利率上がるんじゃねえか問題っていうのがあったりするので、むしろその、あの、外貨の積み立ての定期預金の1年分とかに突っ込んで、で、今1年後ぐらいにあの、利子3%とか4%もらった方がいいんじゃないのみたいな状況かもしれないので、ちょっとその経済的に何が得するかは断言しづらいタイミングなんじゃないかなと思うんですけど。 43歳一部上場企業の手帳をしました。退職金など1000万円の微妙な現金が手元にありどうしたもんかと思ってます。えー、持ち家持ちローンなし子供なしです。呂布さんならどうされますかご意見いただければ幸いです。えっと、あの、現金を掴んだまま株価を下がるのを待って、あの、今だっていうタイミングで買えばいいんじゃないかなと思います。 来年からニーサが変わるのでニーサを始めようと思うので、父に10万円借りようと思うんですが、父にニーサではなく一般の株式投資にしろと言われます。理由はニーサに制限があるのと、投資を任せる仕組みだから勉強にならないから、儲からないから一般の投資ということらしいです。僕的には一般の投資でもそんなにできないし、ニーサの制限を超えることはないと思うんですが、どうですかかっこ直期30万入れる。どういう説明すればいいですかそれとも一般の投資の方がいいですかえっと、まず、あの、父親が頭が悪いというのをちゃんと気づいているのでよかったと思います。 あの、お父さんは、あの、ちゃんと物事を調べる能力は足りてないです。で、ただ、お金貸してくれるので、あの、それを指摘してもしょうがないので、なので、あの、言われるようにするか、もしちゃんと聞かれたきは説明するようにしてください。まず、ニーサは一般の株が買えます。 要は、あの、NISA 口座で一般の株も買えるし、積立 NISA は、えっ、ー、と、積立の投資信託しか買えません。で、一般の NISA 口座であれば、一般的に売られている株はほとんど買えます。外国の証券とかは買えません。なので、一般の NISA 口座の方で、普通に、じゃあ自分が買いたい株を買えばいいだけです。で、その場合に儲かった時に税金が安くなります。 なので、あの、一般口座で買うと、せっかく儲かったとしても20、20%、今30%だっけ ?30% とか税金払わなきゃいけないんですけど、で、それが払わなくてよくなるっていうのがあるので、でも30万円ぐらいしかないのであれば、あの、n i s の一般口座枠で全て、あの、収まるか金額なので、なので、その n i s の一般口座で買いたい株を買えばいいんじゃないかなと20、20%でしたすみません、20%。はい。っていうの、あの、調べらどこにも出てくるので、なので、あの、お父さんが調べる気ないんじゃないかなと思いますけど。 あれ、外国株買えるのあ、買えるんだ。ええ、そうなんだ。あ、そっかそっか、外国の投資信託も買えるもんね。あ、じゃあ普通に買えるんだ。じゃあニーサで買えないものって、まあ信用取引できないぐらい。じゃあむしろその一般口座を作る人の方が少ないね。ニーサんでいいよ。まあいいや。で、なのでそのニーサで、えっ、ー、と、今の枠が来年からいくらになるのか落ちちゃったんですけど、 えっと、積み立 n i ー a が確か120万円が6年とかで、で、704、ん ?720 万円か上限かなで、一般ニーサーの方が確か600万円が上限だと思うんですけど、で、金融資産で600万とか700万とか持ってる人って、ほぼほぼ金持ちなんですよ。なので、多分その、えっ、ー、と、日本の人口の5%ぐらいの人は、あの、その600万とか700万以上投資してると思うんですけど、 多分95%以上の人ってニーサの枠内で十分な投資をしているので、でその一般の口座を作る必要ないと思うんですよね。なので、まずはニーサ口座でいろいろやればいいんじゃないかなと思います。 高校生の息子が突然株をやりたいと言って楽天証券の株アプリ,株アプリ承人を求めてきました。株に興味を持つことは悪くないと思いますが、私自身に差で最低限、実の父は株利益で年間プラス100万ほどです。株や投資は客観的安断や世界情勢の敏感さが必須と思いますが、息子の姿を見ていると短絡的な面が目立ち、遺伝的な素質を不安が見ると株の世界に入ることが母としては不安でしかありません。親としてはどう対応したらいいかアドバイスをいただけたら幸いです。 と何か勘違いをしてらっしゃると思うんですけど株の場合はあの基本的には払った金額以上損することはありませんなのでじゃあそのお子さんがお小遣いで5,000円口座に入れるってなったとして損するのは最大5,000円です。要はあのえー、と そう信用取引っていうところを OK をすると、あの、ものすごい借金を負う可能性があるんですけど、信用取引の口座を開きたいって言っても断ってください。で、多分、未成年だと信用取引できないんですよね。なので、あの、株全然いいと思います。んで、あの、株で勝つためには、いろいろな世界情勢とか情報が多くなければならないというのは、むしろ誤解です。そういう勝ち方をする人もいますけど、あの、一点勝負で勝つ人もいるんですよね。 あの、僕、何度もこの話をしてるんですけど、僕が初めて買った株の話っていうので、えっ、ー、と、大学生の時に、あの、日経新聞を1ヶ月撮るっていうのをやっていて、で、日経新聞にフリージアマクロスっていう会社が広告を出すと、次の日にフリージアマクロスの株価が必ず上がるという法則があるというのを気づき、で、フリージアマクロスの広告が出た時に、その日が台風だったんですよ。 で、野村証券多摩支店に行って、で、現金で14万かなんかで、フリージャーマクロスの株を買ったんですよ。で、あの、は、買ったっていうので、で、株価をちょこちょこチェックしたんですけど、あ、なんか下がったり上がったりしてるなっていうので、で、3年ぐらい忘れてたんですよね。その後留学してたりとかで。で、留学してた終わって、株価を見たら、半額になってたんですよ。なんで14万円で買ったやつが、なんか8万円とかだったのかなで、うわ、損してんじゃんと思って、 んで、もう、そのまま放置してたんですよ。なんか別にほら、売ってもしょうがないし、別に現金が必要なわけじゃなかったので。で、そのまま放置してて、んで、ある時に、そのもう、これ株そのまま置いといてもしょうがねえから、売るかと思って、んで、よく調べたら、その株が分割してたんですよ。要はその、14万円で買った株を、じゃあうちの株3倍にしますって言ってて、株が3倍になってたので、 その8万円になってたっていうのは実用は24万円になって得をしていたんですよ。なので結果として得をしてたって話なんですけど、で、その時にじゃあ僕がその世界情勢とかの株とか他のトヨタとかの株を見てたかっていうと全く見てないんですよ。要はこの会社がこういう動きがある時にこういった儲かる可能性があるからやろうっていうのに当てただけなんですよ。なので一点突破なんですよね。で、一点突破でも儲かる場合があるんですよ。 だから、ヒデオヤジさんが昔ビットコインを買って得をしたとか、あとガンホーを買って得をしたとかも、確かガンホーの時は、あの、パズドラやって面白えっていうので、で、あの、パズドラを作った山本さんっていう人が、もともと、なんかねエメ、エレメンタルなんとかっていう、あの、タワーディフェンス系のゲームを作ってた人なんですよ。で、そのタワーディフェンスのエレメンタルなんとかってやつがめちゃくちゃ面白くて、僕もそれ持ってたんですけど、な,なくなっちゃったんですけどね。 で、それの、えー、その作者の人が元宝でそのパズラを作ってるっていうのがあって、で、ヒゲさん買ったっていうので、結果としてなんかすげえ儲けたっていうのがあったりするんですけど、なのでそのすべてを知ってる方が儲かる可能性があるっていうかけ方をする人もいるんですけど、そうじゃなくてその一点突破で、こういう状況でこのゲームで今これだけ面白いんだったら、これは他の人もきっとやるだろうから、売り上げ増えるだろうなっていうので買うっていうのもあったりするので、なので人によって株の戦い方って全然違うので、 なので、一概にその、高校生だから、どこ、その世界の状況だかわかんないから、なんか投資とかやらせてもしょうがないやっていうのよりも、まあ、ものは試しでやってみたら、そうしても5000円だしっていう方が、いろいろ勉強になるんじゃないかなと思うす。 高校生の株の興味について相談したものです。息子の価値観を信じて、えー、未熟な親ながら、可能な範囲で自由にやらせてみようと思います。実はこっそり息子名義でジュニアニー s を作っていたので、それを数万渡して好き勝手使わせるか、月々数千円でも自由に通算させるか、その場合、アプリ等何を返するか、どこまで本人ばかりにするか迷うところがあります。重ねたアドバイスいただけましたら幸いです。えっと、自分で口座作らせた方がいいです。じゃその、どこに口座を作るのかという時点で、もう株の、その、どう得するかっていう勝負が始まってるんですよ。 で、なぜ楽天証券を選んだのかっていうのは僕はちょっとわかんなかったんですけど、あの、要は株の取引で一番安いところで口座を開くべきなんですよ。で、まあ今現在どこが一番安いのか僕はわかんないんですけど、多分楽天じゃないと思うんですよ、大手だから。なので、その、自分でちゃんと調べて、株の取引が一番安いところがいいよね。で、 そのじゃあ株のそのなんか口座維持手数料がかかんないとか、そのなんか月当たり何回までやったら手数料安いとかっていろいろあるので、その比較して一番得をするところに口座を作るというところから、もう金の儲け方って始まってるんですよ。だからその1円でも得をするようにするっていうのが株の儲け方なので、その手数料で損をするとか、そのなんか売買手数料の両立でパーセンテージ減るとかっていうのも損なんですよ。 だから投資信託買って得しましたって言うんですけど、その投資信託でも信託手数料を取られてるよねってなると、その分0.5%とか利益が減るわけですよ。なので、投資信託買うんだったら信託手数料ないところの方がいいよねとか、いろいろな計算をして選ぶところから割とスタートがあるんで、なので、んで、その、じゃあ、本当に利数量の安いところだけがいいのかっていうとそうでもなくて、その、 同じ時間で多くのパネルにその中、あの、表示ができるような、このサイトの方が自分がその取引する株が全部一気に表示されるから、こっちの証券会社のアプリの方が使いやすいよねとか、っていう、割とその、その人なりの好き好みとかやり方っていうのもあったりするんですよ。 で、その、じゃあ自分が、その、なんか尊敬する株屋の人がいて、で、その尊敬する株屋の人はこういうやり方をしてるんですっていうのを聞いて、じゃあそれを真似したいって思うのであれば、それは僕はその手数量多少高かったとしても、それを真似してもいいと思うんですよね。どんどん早口すいません。なので、あの、ジュニア兄さんの講座があるのはわかるんですけど、そこは黙って、あの、 自分で作らせるっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。で、せっかくなんかそのジュニアニーサで積み立てたのをなんか全額売っ払ってすげえしょうもない株に変えて損したとかってなるとちょっとムカつくじゃないですか。<laughs> なのでジュニアニーサはジュニアニーサで置いといた方がいいんじゃないかなと思います。かけてもいいですけど、チャンネル、登録した方がいいです。